今回はミネルバってアークエンジェルと比べるとちょっと劣るよなに対する反応集をご紹介します。進んだ本、相手が悪い。アスラン相手ではさすがに関西機もなかったしな。アークエンジェルほどじゃないけどでかい割に、なんかいつも関西機足りてないよね。最初に死んだモブ兵の補充もなかったっぽいし、最初すぎて忘れてたけど、そういやゲイツ R2 機ぐらい乗ってたか。アーサー君ではな、ガンダム差し引いてもオーブの艦隊強すぎない？ノイマンがいなかったのが敗因。ミネルバクルーは全然記憶に残らないからな。改めて見てもビーム派の殺意がすごい。これでおまけにフェーズシフトで硬いって認識でいいんだっけ？アスランがエンジェで仕掛けたらアークエンジェルだって助からんだろ。特攻させてエンジン破壊してリフターも失われるならまだわかるんだけど、貫いて無傷で帰ってくるからな。リフター突撃の他にどう無力化するんだって感じではある。ドラグーン的な兵器なしにミネルバの訪問全部ぶっ壊す暇はないだろうし。まずアークエンジェルがバレルロールで情報からミネルバの主力火器を沈黙させたところで、追加とばかりにアスランがエンジンを破壊し完全に無力化させた連携プレイだ。バリアントでトリスタン撃ち抜かれた段階で両舷ランチャーは全損してるし、イゾルでは使えないし、真下のモビルスーツ格納庫も破損してるし、と浮いてる鉄の塊状態なんだよな。艦隊戦の最中なのに一瞬の隙をついてバレルロールして直上を取ってくるアークエンジェルが悪い。ブリッジ内部がスライドして格納されるとか、副砲のイゾルデがあえて火薬式の大砲だったり、ミサイル発射管が至るところについてるとか、モビルスーツも砲台として使えるように簡単にデッキが用意されてるとか、デザインも好きだよ。一応スペック上の総合火力はアークエンジェルを上回るらしい。アークエンジェルと比べて火力見劣りしない？ザフトにしてはこれでも多い方よ。基本的にモビルスーツ使えばいいだろって思想だから。さすがに補充なしだと最後は艦載機がインパルス一機になっちゃうし、あったと思いたい。艦載機全部インパルスでいいだろこいつ。アークエンジェルみたいに単独で敵地を突破とかしてたわけでもないのに、なぜか補充がハイネとアスランだけなんだよね。それも離脱していくし、なんなら機体だけ損失しても補充なしだ。ファイスなのになんでザクすらもらえないんですかね。定期的に補充されてはいるんだよなミネルバの艦載機。ゲイツは早々に落とされて、ハイネは邪魔にされて、運命伝説はレクイエムに引き抜かれてちゃうけど、ストライクとメビウスゼロだけでガンダム4機相手してたアークエンジェルを思えば、ザク2機あるだけマシと思え。本来だとあちこちにドゥートリオン発射しまくって無限操縦100砲するはずだったんだけど、あっという間に3機もパクられたから、インパルスと援軍のセイバーのみで、あとは機体王のザクグフばかりに。ちゃんと地球で戦ってた時は護衛の潜水艦にイラゴンゴついたぞ。モビルスーツはともかく2年経ってもかけらも色あせてないアークエンジェルがすげえ。あれ2年の間オーブでめちゃくちゃ改造されてるから、つどつど基地に寄港できる立場だからなのか、よくぼろかすにされるのよねミネルバ。本当だったらもう少しポテンシャル高かったのかもしれないけど、どの時期も逆風が吹いて全力出しきれないみたいな印象。そうい、バリアントの射線が手法であるトリスタンにドンピシャすぎて笑ってしまう悲劇だ。ミネルバって爆沈はせず月面に不時着してたから、戦後はどうなったんだろ。ミネルバに直上及び直下に対応できる火力がないから、アークエンジェルのバレルロールでバリアントによりトリスタンに直撃を受けたよな。トリスタンは180度後ろに向けてカバーに収納する形で、この時の可動部は露出したままだから真上に撃てるはず。爆炎に紛れてバレルロールによる奇襲を敢行した魔竜が艦長として上手だったシーンだな。メイリンの後任のネアさんのキャラ外見好きなんだが活躍が。一応アビーって名前は呼ばれたから。アビーちゃん好きだけど、指示出すモビルスーツがいなきゃどうしようもないわね。アークエンジェルは搭乗員の連動も段違いだからな。2年の間に回収されてるしな、海中に潜れるし、船内に温泉もあって食堂ではうどんも出る。というかインジェは航行不能にしただけで武装が丸裸になるまでフルボッコにしたのはアークエンジェルと暁なんだよな。あいつらマジで強すぎる。
インパルスとジュートリオンでスペースを使いすぎて、アークエンジェルほど他の装備にスペースを割けなかったんじゃないの。アークエンジェルは浴場増設するほど余裕があったし。一番ヤバいのは先行するための弁当増設したとこだと思う。インパルスのためにカント化設備、そう考えるとシードでコスト一番高い機体かな。なんでインパルスを1機しか搭載してないんだろう？パーツは複数搭載してるみたいだし、艦載機は全部インパルスにした方が効率いいような気がする。そうすればスペースにも余裕ができるはず。インパルスだけを運用する艦じゃなくて、アビス、ガイア、カオスも搭載して試験するための艦だからでしょ。セイバーもだっけ？ 3 機も盗まれたし、取り返すために機体もパイロットもたくさん補充してよって思うよね。元ザフトで自分も乗ってた戦艦なのにアスラン。種の時のアークエンジェルのように、ミネルヴァを英雄の船としたかったんじゃなかったっけ？だから、潜水艦とかハイネとか最低限の増援しか送らなかったんじゃなかった？アークエンジェルは不沈艦とまで呼ばれとるぐらいだしな。アークエンジェルは長く補給を受けられる状況じゃなかったけど、ミネルヴァはなぁ、友軍基地に何度か寄っているのに追加の人員はアスランとハイネしかなかったねぇ。カーペンタリアやらジブラルタルやらでかい基地に寄港してるんだから、バビとかザウートとか詰めばよかったのになぁ、バビたくさん駐機してたのに。もともと移民のパイロットが配属されていて、二人かけて二人補充だから十分では。しかもどっちもフェイスという超厚遇。最新鋭機のセイバーとグフだし、高待遇だよね。アークエンジェルは拠点攻撃のための特殊工場砲を装備してるからね、目的が違う。しかもミネルヴァはタンホイザー一つに対し、アークエンジェルは2門積んでる。草薙、はっはっは、少ない少ない。ローエングリン4門搭載。あいつなんとなく地味な印象だったけど、そんなに凶悪だったのか。ミネルヴァクルーは半分育成枠な気があるからなぁ。それなりのベテランの下に若手つけて現地部隊の手伝いしながら転戦、全土を上げる感じ。敵戦のアークエンジェルクルーに対してはどうしても見劣りする。総合的にはミネルヴァがやや上かもしれんが、じゃあ艦長の性能ではどっちが上？でもバレルロールなんて奇抜な戦法取れるのはマリュウさんしかいなさそう。バレルロールをやれと言われてやってしまう。そうだ、シュモノイマンくらいのもんだよ。本職のタリアの方が上じゃないかな。普通にアークエンジェル追い詰めて沈める寸前まで行ってたし。元技術士官だからこそ、重力下でのバレルロールみたいなぶっ飛んだ発想ができると考えれば、そこだけは本職のグラディス艦長より上かもしれない。才能、射線を取れれば、というつぶやきを聞き逃さず、バレルロールなんて発想するも、一撃で決めて、とナタルを信頼する、なかなか理想的な上司と部下の人間関係じゃないか。どうもミネルヴァクルーはグラディス艦長一人に頼り切っている感がある。アーサーが悪い。ムーンに完全に防ぎ切られたタンホイザーは反省してほしい。ミネルヴァ、特装砲を無傷で防ぐモビルスーツの方がおかしい。両電子砲の射線に割り込むパイロットが一番おかしい。タンホイザーやローエングリンはビームを媒体にしてるからしゃあない。ヤタの鏡や両電子リフレクターで完全に防御できるようになったし、種子の後は使われなくなるだろうな。この動画は青木正常なる世界を作る組織ブルーコスモスとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。